ゲームボーイ専用ソフト、スーパーマリオランド。対戦型ベースボール。ケーブルをつなぐとファミコンでは味わえなかった面白さ。ゲームボーイ専用ソフト、とことん付き合える仲間がいる。初めて一緒に街を出た。新開発モノトーン液晶画面、カートリッジ交換でいろんなゲームが楽しめる。そしてステレオ効果サウンド。ハンディゲームマシン、ゲームボーイ。君とならどこまでも。ゲームボーイポケットは小さい、薄い、軽い。画面もくっきり見やすくなって、今までのゲームボーイソフトも遊べる。ポケットサイズのゲームボーイポケット新発売。ゲームボーイがカメラになる。君のゲームボーイがカメラに大変身。撮った絵をその場で見る。いろんな落書きをする。楽しいアニメーションを作る。自分だけのゲームで遊ぶ。さらに友達と交換できる。世界で初めての遊べるカメラ、ゲームボーイポケットカメラ新登場。遊べなきゃね。ポケットプリンタも同時発売。僕たちのゲームボーイがカラーになった。カラーソフト続々登場。大好きなあのソフトもカラーでよみがえる。カラーがあれば毎日楽しい。任天堂ゲームボーイカラー新登場。ゲームボーイカラー。見て、繋がったよ。よし、やった。子供たちにも新しいゲームの世界にチャレンジさせたい。モバイルアダプタ GB 誕生。携帯とゲームボーイカラーをつなげば、ポケモンクリスタルの世界がぐーんとパワーアップ。詳しくはこのマーク上りのお店、もしくはフリーコールまで。サインボール当たります。ゲームボーイの世界とスーパーファミコンの世界が今結ばれる。スーパーゲームボーイ、全てのゲームボーイソフトがスーパーファミコンでプレイできる。テレビの大画面で好きな色がいろいろつけられる。ゲームボーイソフトとスーパーファミコンの夢の架け橋、スーパーゲームボーイ。新しいドンキーコングとテトリスフラッシュも同時に新発売。世界で初めての完全立体映像ゲーム機、バーチャルボーイ。テレビゲームでは味わえない立体感があふれるソフトが次々登場。マリオズテニス、ギャラクティックピンボール、テレロボクサーなどが同時発売。バーチャルボーイ、販売店でぜひお試しください。さすがディスクで面白い。ヘタクソ、ゼルダの伝説もさすがディスクで面白い。ムカッとくるけど、やればやるほどディスクシステム。新しい冒険が始まった。愛よ、勇気よ、奮い立て。僕らはマリオと強くなる。テクニカルファンタジーゲーム、スーパーマリオブラザーズ3。こんにちは、こんに
チワスーパーファミコン。こんにちは、こんにちは、マリオの出番だ。こんにちは、こんにちは、マリオの国から。お尻に火がつく面白さ、スーパーマリオブラザーズ4、スーパーファミコンでついに登場。ゲームボーイという国に6つの金貨というお話がありました。その国の6つの世界には大切な金貨が隠されているのです。勇敢な若者は悪い奴からその国を救うために6つの金貨を集める旅に出るのでした。ゲームボーイソフトマリオランド2、6つの金貨。さてその悪い奴とは。俺だよ、マリオだよ。スーパーファミコンソフトマリオカート、このレーサーたちはとんでもない。スーパーピクロス、スーパーピクロス、数字をヒントに絵を出す。ほい、あースーパーピクロス、スーパーピクロス、なかなか手強い300問。新しい問題が300問、スーパーファミコンで登場。意地悪ワリオの超難問も加わったピクチャークロスワード、マリオのスーパーピクロス。出るんだ、ほい。バイバイバイキン、バイキンちゃん。バイバイバイキン、バイキンちゃん。うちらは陽気のバイキンちゃん。三色揃ってめでたいね。ちょっとしつこいバイキンちゃん。ドクターマリオでバイキンちゃん。バイキンちゃん。バイキンバイキンバイキン。瓶の中のバイキンちゃんをカプセルで退治しちゃおう。ファミコンソフト、ドクターマリオ、ゲームボーイも発売中。おばちゃ ん、これ見てこれ。おお、ハイラルのモンショー。リンクが16歳のターン。左手の甲にモンショーが現れる。これこそが真の勇者の証。アクションロールプレイングゲーム、ゼルダの伝説パート2、リンクの冒険。ここまで来たらやめられない。やればやるほどディスクシステム。また出たゼルダの伝説、ゲームボーイでやっぱり出た。この度リンクが着いたのはどこかの海の変な島。こいつは夢か幻か、島から全然出られない。どうしよう。ゼルダゲームボーイでどこでもゼルダ、ゼルダの伝説、夢を見る暇。ゼルダ。ゲームはカラー。ゼルダの伝説、不思議の木の実、大地の章。それは季節の乱れた世界の冒険。四季を操り、大地を進め。ゲームボーイカラー、ゼルダの伝説、不思議の木の実、大地の章。時空の章と同時発売。伝説はつながってゆく。ゲームはカラー。ゼルダの伝説、不思議の木の実、時空の章。それは時の流れがおかしくなった世界の冒険。時空を超えて謎を解け。ゲームボーイカラー、ゼルダの伝説、不思議の木の実、時空の章。大地の章と同時発売。伝説はつながっていく。
デルデルゼルダの伝説デル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 ついに出るゴージャース今度の冒険リアル君もすぐに体験ハッと息飲む謎解きアクションなるほどスーパーファミコンやったーゼルダいけリンク知らず知らずと真剣勝負今宵もゼルダは最高潮スーパーファミコンゼルダの伝説デル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 ついに出るくんじゃない名作保証マザーついに大歓声マザーツー兄ちゃんどうなってんのわかんねえ兄ちゃんどうしよう俺たちまたマザーツー子供もお姉さんもスーパーファミコンソフトマザー2難しいこれなんだかわかるかあマザー2だどうしたのそれ今日帰ったらやるんだよ俺今日見せてよダメだな見せてよ見せてよわあやってたスーパーファミコンソフトマザー2すいません大人も子供もお姉さんもで孤独砂漠に猿の住んでる穴があったのあいつらマザー2の話してる兄ちゃん兄ちゃん後ろの3人もマザー2のこと言ってるステップやめたよねあっちもだよ兄ちゃん囲まれたみたいだスーパーファミコンソフトマザー2大人も子供もお姉さんもまるかいてお豆が2つおむすび1つあっという間に星のカービィなんでも吸い込む星のカービィカービィ吸い込みぶっつけ攻撃ぷかぷか空飛びの術かわいいやんちゃポーズ星のカービィゲームボーイで新発売ほら吸い込んだまた吸い込んだ吸い込んだらカービィ強くなるそれパラソルだそれハンマーだ出てくる敵からやっつけろほら吸い込んだまた吸い込んだ吸い込んだらカービィ星のカービィがファミコンソフトになったすっごくカラフルますますやんちゃ星のカービィ夢の泉の物語よろしくカービィちゃんカービィちゃんスーパーデラックスカービィちゃん星のカービィスーパーデラックス新登場2人でアクションカービィちゃん2人同時プレイもできる6つのゲームでカービィちゃん新しいゲームが6つも楽しめる
星のカービィスーパーデラックス。スーパーファミコンが4000円安くなるクーポン券付き。カービィちゃん、カービィちゃん。あ、母ちゃん。64。ねえカービィ、64になって覚えた新しい技見せてあげてよ。2つの能力をミックスして新しい技をガンガン繰り出せ。任天堂星のカービィ64。64。ねえカービィ、64になって覚えた新しい技見せてあげてよ。2つの能力をミックスして新しい技をガンガン繰り出せ。任天堂星のカービィ64。64。ねえカービィ、64になって覚えた新しい技見せてあげてよ。二つの能力をミックスして新しい技をガンガン繰り出せ。任天堂星のカービィ64。カービィがアクションパズルゲームに初登場。どんどん星を集めよう。カービィのキラキラキッズ、ゲームボーイポケットでね。ブロック崩しで大活躍。アイテムや敵キャラ盛りだくさん。スーパーゲームボーイならカラーで楽しめる。ゲームボーイソフト、カービィのブロックボール。カービィのピンボール、舞台はゲームボーイ。敵やアイテム全てブランドでピンボール。ゲームボーイで大暴れ、カービィのピンボール。カービィはピンボールランドで大暴れ。本物顔負けのプレイが楽しめるゲームボーイソフト、カービィのピンボール。転がり出したら止まらない。ゲームはカバー。カービィ、今度のカービィは君の手の中でコロコロ転がる。ジャンプもしちゃう。秘密は世界初の動きセンサーカートリッジ。センサーがゲームボーイの動きをキャッチ。前へ後ろへ右へ左へコロコロコロ、ジャンプもぴょん。カービィを転がして楽しい冒険に出かけよう。頑張れカービィ。ゲームボーイカラー専用ソフト、コロコロカービィ。全く新しい世界の証明をしてみせよう。見たこともない世界をあのカービィが大冒険。どう転がるかは君の頭と腕次第。スリリングボールアクション、カービィボール、スーパーファミコンで新登場。対戦プレイも盛り上がる。ああ、やられた、悔しい。それでもカービィは回っている。おクッキーが出た出た、クッキーが出た。ファミコンソフトでついに出た。同じクッキーを並べてね。パズルアクション、ヨッシーのクッキー新発売。あ、ヨッシーヨッシー、ゲームボーイも出るよ。スーパーファミコンがテレビゲームのグラフィックに今新たな命を吹き込んだ。絵のぬくもりが新しい、大きな動きが楽しい。コンピュータグラフィックスドローイングが生み出したスーパーマリオの最新作、ヨッシーアイランド新発売。今度のマリオは赤ちゃんだ。
スコープ。スーパーファミコンの世界にやってきたシューティングマシン、スーパースコープ。6つのゲームが楽しめるスーパースコープ6とセットで新登場。専用ソフトもザクザク出るよ。世界初衛星データ放送か。これからは宇宙からゲームが降ってくるってわけだ。その通り。このサテラビューをスーパーファミコンと合体させて BS 受信システムに接続すれば、タモリや内田ゆきらがお送りする超面白ゲームプログラムが毎日無料で楽しめる。聞く、見る、遊ぶ、参加する。サテラビュー。エーパロン、エーパロンは普通の少年、普通のママと普通のパパから生まれたよ。しかし栄太郎はローソンのロッピーでゲームの書き換えができるのだ。今回は後ろに立つ少女だぞ。普通、普通、普通の少年。君もローソンでセットイン。ゲーム準備体操。1、2、3、4、5、6。ロボット、ロボットとゲームがドッキングするとファミリーコンピューターはドキドキ。ロボットゲームは楽しいぞ。ファミリーコンピューター、ロボット、ブロックセット、ジャイロセット。ファミリーコンピューターの楽しさを広げるファミリーベーシック。キーを叩いてファミリーコンピュータと新しいコミュニケーション。内蔵されているいろいろなキャラクターでゲームが作れます。作ったゲームなどを残すときは専用のデータレコーダーが最適です。そして音楽、計算、伝言版などにも使えるファミリーベーシック。ファミリーベーシック専用カセット V3 新発売。V3! 声の長さに合わせてハートが描ける遊び、その他いろいろなゲームが楽しめます。ハンドブックを参考にプログラムを呼び出してデータを変更すれば、君だけのオリジナルゲームに早変わり。機能充実、ファミリーベーシック専用カセット V3。 ファミリーコンピューターに当選中登場。コントローラーを電子銃に持ち替えて、ワイルドガンマン、政府のならず者相手に、お前一流の腕比べ。次に、ダックハント。一人はコントローラーでカモを操り、一人はハンター。そして、圧巻だけを狙い撃つ、オーガンズアレイ。どのカセットも同じ電子銃で楽しめる、ファミリーコンピューター。おとぎ話の寄せ鍋なんですね、これは。おのぼのドキドキ、絵本感覚で楽しめるテキストアドベンチャー、新鬼ヶ島、ついに完結。かぐや姫、入ります。後編はディスクライターで楽しんだらどうじゃ。やればやるほどディスクシステム。失われた少年の記憶に隠された謎とは何か。僕は誰だ、誰だ。ファミコン探偵クラブ、消えた後継者。行き詰まるスリル、そしてサスペンス、壮大なスケールで繰り広げる推理アドベンチャー。君にこの恐怖が解けるか。ついに後編。ファミコン昔話ゆうゆうき前後編で新発売。やればやるほどディスクシステム。私と恋愛物語作らない？ファミコンゲーム、中山美穂のときめきハイスクール。
ゲームの途中で電話番号が出たら電話をかけて私のメッセージを聞いてね。ミホです、お電話ありがとう。ゲームの結果をディスクファックスすればミホの素敵なプレゼントが当たります。恋の行方はあなた次第。夢が遅れるディスクシステム。